サウスエンドイコールオンシーは、イギリスのエセックスにあるタウンカツバラで、単一自治体である。ジョークウェル、イーストウッド、リーオンシー、ノースシューベリー、プリトルウェル、シューベリーネス、サウスチャーチ、ソープベイおよびウェストクリフ、オンシーの各町と、自治都市をなす。ロンドン中心部から東に64キロメートルほどのテムズ川北岸、テムズ川口地帯に位置する。北で、 ロッチフォードと西で滑するポイントと接する。世界最長のレジャー不当であるサウスエンド不当がある。ロンドン六大空港の一つであるロンドンサウスエンド空港は市街の北2マイルに位置している。元はプリトルエル村の南の端であったサウスエンドにはジョージ王朝時代から7マイルの白車清章と海水浴を求めて多くの観光客が訪れるようになった。 鉄道の便が良く、ロンドンにも近いことから、経済の大部分は観光に依存し、ロンドンのベッドタウンとして機能してきた。世界最長の2158メートルを誇るサウスエンド不当ではこれまでに、幾度となく火災や船舶の衝突事故が最近では2005年10月に起こったが、その度に修復されてきた。特に百七十六年の大火では、施設に、 甚大な被害が出た。国内の多くの海浜リゾートと同じく空の便が低廉化した1960年代から休日の目的地としてのサウスエンドは衰退した。以後、町内の主な産業は商業や小売業になり、多くの建物が再開発に伴って解体された。しかし、サウスエンドを訪れる観光客は今でも年間640万人に及び、 経済効果は年200億ポンドに上ると見られている。歳入税官庁はビクトリア外に消費税の中央徴収局を置き、町内の主要な雇用主になっている。エセックス大学のサウスエンドキャンパスは地域に高等教育を提供するほか、地元経済の不要にも貢献している。町内には公園もしくは緑地が80カ所以上、保護区が14カ所ある。 市内には二つの鉄道路線に旧駅が置かれているが、いずれの路線もロンドン方面に向かう。サウスエンドイコールオンシーには1892年に自治市が設置され、エセックス衆議会と自治機能を分担するようになった。1913年にリーオンシークを編入した。1914年には特別市が置かれ、衆議会の監督課から外されるとともに、自治機構が、 単一化された。特別市は1933年にもシューベリーネス、市街区とロホフォード地方区を編入した。1974年施行の地方自治法では、特別市のままエセックス州の地区となったが、1998年に単一自治体となり、再び単一化された。2007年秋のサウスエンド市民センター市議会の定数は51名で、 各選挙区から3名ずつ選出される。任期は4年間で、毎年3分の1が改選された後、選挙のない年が1年ある。2012年の選挙結果を受けた議会の党派、別勢力を下に示す。2000年から保守党が少数与党ながらも主導権を握っている。日々の決議は10名からなる理事会でなされる。首相にも描かれている、パーメアパーイクリーズムは、 ラテン語で、海のほとり、境界の近くという意味で、プリトルエルの境界とテムズ川の河口に挟まれた、サウスエンドの地勢が表されている。街は、ポーランドのリゾート地、ソポトと姉妹都市関係にあり、加えて、アメリカのフロリダ州、レイクワースとも三者間の関係を持っている。ソポトには、欧州最長の木造埠頭がある。関西委員会の2006、7年度報告で、 サウスエンド市議会はリバプール、シリー諸島と並び財政管理が最も悪い地方自治体の一つに挙げられた。指摘はコンサルタントの登用と2006-07会計年度に徴収した350万ポンドの使い道に向けられた。2名の議員はウェストミンスターに送られる。サウスエンド日選挙区は1997年から ポール・チャノンの後継者のデイビッド・アメスが守っている。ロホフォード・サウスエンド東選挙区でも、ジェームズ・ガドリッチが2005年からサーテディテイラーの地盤を受け継いでいるが、ロホフォードでこの選挙区に属する地域はごく一部に過ぎず、大部分はレイリー選挙区に属する。二つの選挙区とも、保守党の画像と見られている。サウスエンドは、ロンドンを除くイギリスで、7番目に、 人口密度が高い地域である。人口密度は3880人、経平方メートルで、全国平均の377人、経平方メートルを大きく上回る。15歳以下の割合は2006年の時点で18%で、65歳以上の割合もそれと同程度であった。55歳から64歳の割合は12%である。コミュニティ。 地方自治省が2010年に発表した複合貧困指標でサウスエンドは州内で最も貧しい地域の一つであることが明らかとなった。イングランドの全32,482地区の中で市内からはクルサール地区が99位、ミルトン地区が108位、ビクトリア地区が542位、サウスチャーチ地区が995位にランクインし、 他の5地区もすべて上位10%に入った。ビクトリアとミルトンの両地区は人口に占めるマイノリティの割合が最も高い。住宅手当を受ける住民の割合は州内で最も高く、生活保護受給者の割合も州内3位である。セーブ・ザ・チルドレンの2008、9年度データによると、サウスエンドの子供の貧困率は12%で、隣接するジロックと同じだが、 州の他の地域の11%よりは高い。下表は国立統計局が公表するサウスエンド・オンシーの域内総生産の推移である。大手旅行保険会社のインシュアンド号は2006年に本社をブレーエントリーからこの地に移転した。この結果、地域に300人の雇用が創出された。サウスエンド・ビクトリア駅、サウスエンド クリフ鉄道サウスエンドには2路線が通る。北のはずれのサウスエンド、ビクトリア駅は、グレーターアングリアのグレートイースタン本線の、支線である、リバプールストリート線の起点で、プリトルーウエル、サウスエンド空港、ロッチフォード、ハックリー、レイリー、ウィックフォード、ビレリ系、シェンフィールド、ストラトフォードを経て、ロンドンのリバプールストリート駅に至る。C2C は、 東のシューベリーネスから、ソープベイ、サウスエンドイースト、サウスエンドセントラル、ベンフリート、バジルドンもしくはティルベリー、バーキング経由で、ロンドンのフェンチャーチストリート駅に至る、ロンドンティルベリーサウスエンド鉄道を運行する。これに加え、平日の夕方には、サウスエンドセントラル始発、リバプールストリート行の便が2便ある。1910年から1939年まで、 サウスエンドとシューベリーネスには、ロンドン地下鉄のディストリクト線が通っていた。主要幹線の他にも、サウスエンドには小規模な鉄道が2路線ある。サウスエンド不当に沿って伸びるサウスエンドをピア鉄道と、海沿いの遊歩道と崖の上を結ぶサウスエンド、クリフ鉄道である。バジルトンとロンフォードを経由して、A127 号線が、ティルベリー経由で、A13 号線が、 サウスエンドとロンドンを結んでいる。この日本とも主要幹線道であるが、市内に入ると全車は2車線に、後車は1車線になる。また、日本ともロンドンの手前で、M25 モーターウェイに交流する。地域の公共交通は、主に2つのバス事業者、アライバ・サウスエンドとファースト・エセックス・バスが担っている。小規模な事業者には、スティーブンソンズ・オブ・エセックスとリンガル・バスウェイズがある。 再開発前のサウスエンド空港、ロッジフォードの軍飛工場に開発され、1935年に民間空港として開港したロンドンサウスエンド空港は、欧州各地の定期便の発着のほか、航空機の整備やパイロットの要請に使用されている。2011年から航空管制塔や新駅、新駅に近い新ターミナルの建設、滑走路の300メートル延長を含む開発が、 始まった。2004年の時点で、サウスエンドは、グラマースクール制を保っており、サウスエンド高等男子校、サウスエンド高等女学校、ウェストクリフ高等男子校、ウェストクリフ高等女学校の4校が置かれている。さらに、カトリック教会系の非教学校が2校ある。この2校でもグラマースクールと同じ試験が課される。教学校には、ベルフェアーズ高校、セシル・ジョーンズ校、 チェース高校、フューチャーズコミュニティ校、シューベリーネス高校、イーストウッドアカデミーが挙げられる。サウスエセックス校多くの中等学校が継続教育を行っているが、最大の学校は、中心市街に新築の校舎を構えるサウスエセックス校である。かつては、サウスイーストエセックス校といったが、2010年1月に、トゥロック、バジルトンの私立中等学校と統合して、 現在の公明になった。エセックス大学の入学許可が出る30の学位コースを提供するほか、週末や夜間のコースもある。ポール・スチューロックがマネージャーのサウスエンド・ユナイテッドとエセックス・シニアリーグでプレーするサウスエンド・マイナーの2つのサッカークラブがある。前者は2006から07シーズンを下から3番目の成績で終えたため、フットボールリーグチャンピオンシップから、 フットボールリーグ1に降格した。さらに2009から10シーズンは23位で置いたため、再び降格して、現在は国内4部のフットボールリーグ2に所属している。ラグビークラブには、ナショナルリーグにサウス所属のサウスエンド RFC と、ウェストクリフ RFC がある。1シーズンに1週間だけ、エセックス州、クリケットクラブがこの地で活動する。サウスエンド、 オンシー陸上クラブはサウスエンドレジャーテニスセンターを本拠地としている。この施設ではすべてのトラックフィールド種目ができる。アドベンチャーアイランドから見たサウスエンドに沈む夕日1マイル先の埠頭から見た市外サウスエンドは臨海地区が知られる。1830年に作られたレジャー埠頭は世界最長の1.33マイルもある。 1890年に改造した電車に代わって、ディーゼル機関車が1986年から不当を往来している。これまでに何度か火事が発生しており、最近では1995年と2005年10月に被害が出た。1984年にはボートが不当に衝突している。クルサールは20世紀初頭に開園した歴史あるテーマパークだったが、 1970年代に閉園し、跡地はほとんどが住宅地に再開発された。そのエントランスホールは現在、メガボールのボーリング場とカジノになっている。不当の入り口には、かつてピーターパンの遊戯場として知られたアミューズメントパークがある。アドベンチャーアイランドと解消してから、規模、人気ともに上昇し、今では50以上のアトラクションを要するまでになった。 アドベンチャーアイランドを所有するのは、他にも臨海地区にシーライフアドベンチャー水族館を所有するミラー化である、ネバーネバーランドとビクトリア様式の音楽堂を含めた崖の庭園は2003年の崖崩れまで一つの名所であった。議会は音楽堂の再建を欲しているが、それには用地を見つけなければならない。ハイガイと臨海地区。 それに不当とは、昇降機が連絡している。そこから数百メートル離れて、サウスエンド、クリフ鉄道のケーブルカーがある。ピアヒルでは、地元のアーティストらが手すりを常設の展覧会場に、している。夏には、ロンドンからサウスエンドまでの海沿いを、クラシックカーが走るイベントがある。エースカフェが主催する、サウスエンド、シェックダウンは、オートバイやスクーターが、 目玉の毎年恒例のイベントである。サウスエンドにはこの他グレート、ロンドンライドアウトなどのイベントで、年中スクーターが走り回っている。毎月第2、第4土曜日にファーマーズマーケットが開かれる。リーコミュニティセンターやクルサール、レールウェイホテルでは、ワインの物産展や市が立つ。レコード市もよく、リーオンシーのロナルドヒル通りで立っている。航空ショーが、 毎年5月に行われる。1986年に始まった第1回の目玉はコンコルドのパレード飛行だったこのショーは入場無料のものとしてはヨーロッパ最大級でハイスピードの軍用ジェット機の展示やアクロバティック飛行が行われる。イギリス軍のパラシュート部隊や極限飛行隊も毎年参加している。8月にはイルミネーションに照らされたゴールデンマイルで カーニバルが開かれる。2009年からサウスエンドオンシー映画祭がザ・ホワイト・バスの主催で始まった。夜のオープニングパーティーにはレイ・ウィンストンが2010年度、2011年度と連続して出席し映画祭のパトロンになっている。映画祭では世界の映画、自主映画、ドキュメンタリー映画、子供向け映画、人気のクラシック映画、 イギリスのフィルムのワールドがひっくるめて上映される。会場はパレスシアター、パーク・イン・パレスホテル、サウス・エンド・中央博物館、プラネタリウムで春の5日以上開かれる。音楽演奏などの付随イベントもサウス・エンド各所で行われる。夏にオールドリーで開かれるリー・フォーク・フェスティバルでは海のそばがライブ会場となる。オールドリーでは地元の漁師らが リーオンシーフィッシングフェスティバルを開く。港の見学と地元の味覚を楽しむ好期である。オールドリー・レガッタは、売店、ダンス、地元の食、音楽、それに、水上アクティビティが融合したファミリー向けのイベントである。ステーション街のビリクロフトアートギャラリーには、ジョン・コンスタブルの作品などが所蔵されている。ビクトリア街にある、サウスエンド中央博物館の呼び物は、 エッコ社のラジオである。エッコ社は、サウスエンドに拠点を置いていた、1930年代、イギリス最大手のラジオメーカーである。1997年から、リー・ブロードウェイとオールドリーの各所で、地元のアーティストが作品を展示するリー・アート・トレイルが、毎年行われている。2008年にはこれに倣って、ウェストクリフでも、店やカフェ、バーに作品を展示する、ウェストクリフ。 アートトレイルが始まった。3カ所の劇場がある。クリフスパビリオンでは、コンサートや表情パフォーマンスも行える。最も新しいニューエンパイアシアターは、他の2カ所と違い民営で、アマチュア団体の使用が多い。建物は1896年地区の ABC 映画館を改装したものである。パレスシアターは、1912年地区のエドワード様式の建物である。 プロの劇団やレパートリー劇団、コメディアンが登壇する。二つのサークルが活動し、イギリスで最も高価な熊手がある。劇場の一部はかつて、リクソンスタジオという小劇場であった。ロイヤルホテルとザサンルームズを拠点に活動した、ジャンククラブが、いわゆるサウスエンドシーンの先駆けである。クラブの常連には、NME やローリングストーン、ボーグがいた。 プロコルハルム、エリアンドザ・ホットロックザ・バイオレッツ、ニルス・チルドレン、バステットなどのバンドもサウスエンドシーンとゆかりがある。市内のチネリーズとクリフス・パビリオンは数多くのアーティストの出演を取り持ってきた。1991年にはザ・サンルームズにレゲエ、ファンク、エレクトロニカ、アンダーグラウンド、ダンスミュージックに特化したショーホールが会場した。 幅広いグループが出演するライブパブのレールウェイホテルはサウスエンド不当フェスティバルを主催している。その他、サウスエンド出身のバンド内市ミュージシャンにエラプレーンズ、ダニエル・ダックス、ザ・ホラーズ、クルサール・フライヤーズ、ジーズ・ニュー・ピューリタンズ、イップソファクト、スクルービア・スピップなどがいる。1981年、エセックスラジオがクリフタウン街にあるスタジオから放送を開始した。 同局は2004年にエセックス FM と解消したが、現在はジェルムズ・フォードに移転し、名称もハートエセックスに変更されている。2008年3月28日には、アドベンチャーアイランドのそばにサウスエンドラジオが開局した。市内には、様々な宗派のキリスト教の教会がある。シナゴーグは、ウェストクリフに正統派、チョークウェルに改革派の合わせて2件ある。 ムスリムのためのモスクも3件置かれているが、うち1つはバングラデシュ系で、説教はベンガル語と英語、それにアラビア語でなされる。その他の2件はいずれもパキスタン系で、ウルドゥー語とアラビア語、もしくは英語とアラビア語が使われる。歴史的に有名な市場の取り壊しが2010年4月23日、地元住民の活性化に向けた取り組みも虚しく断行された。 跡地は駐車場にされる予定である。その代わりの市が毎週金曜日に開かれる。ありがとうございます。